朝食。やばいです。めちゃくちゃ疲れました。めちゃくちゃ濡れた。ちょっとカバン濡れたんで乾かしておきます。ということで今日は11時台の電車で帰ってくることができて、めちゃくちゃもうね、12時ぐらいに家着いて、今ちょっとシャワー浴びてきて1時ぐらいですが、今日はねちょっと雨がひどくてちょっと外出れない感じですね。ちょっといつまで降ってるのかわかんないですけど、結構さっき一回やんだんですけども、帰ってくる時とか、すごい、大雨で、めちゃくちゃ濡れたんで。いやー、しかも蒸し暑くて、めちゃくちゃね、過ごしにくかったです。ちょっと早く帰ってこれてよかったです、これは。よし、もう OK。途中だけど。あ、ちなみに筆箱も、やりましたけど、ほんとこれ便利ですね。すぐね、布団とかも、ちょっと靴下落ちてて申し訳ないですけど、乾燥できるんで。おぉ、めっちゃ暖かくなりました。よかった。いい感じ。だから、布団が、ちょっと湿ってたりとか、雨で濡れたとかって言って、洗わなくても、別に汚れてなければ、これで乾燥できるんで、これめちゃくちゃグッド。まあ、定期的に洗わなきゃいけないですけど、まあ、洗わなくても、まあ、乾燥はできるっていう意味で、靴とか便利ですよね。靴。靴な、まだ、布団とか、カバンもどうかな。もう、カバンもあれか。まあ、布団も乾かないですけど、そういう、なんていうんですかね。服とかだったら別にいいけど、大型の布製品とか靴とか、そういうの乾かすのに、めちゃくちゃいいのではないかと。めちゃくちゃ便利です。一応、布団乾燥機っていう機械なんですけど、自分、カバンとか靴とか乾かすのにも重宝しています。ちょっとゆっくりしてて3時ぐらいになったんですが、お、でも路面がちょっと乾いてきましたね。午後は晴れるのか。まあ蒸し暑いですけど、そんなに天気は悪くないですね。まずマックで久々に昼飯食おうかと思います。ちょっと人がテキサスバーガーなんか新しく出たやつみたいですけど、頼んでみました。ちょっと食べてみようかと。お、すごい。久々のマップうまかったです。すごい、めちゃくちゃ偶然417話のところにこのインコが名前を呼んでくれたって、インコがこう自分の名前を呼んでくれた動画を上げてたんですね。ちょうどこれ417話になったんで、めちゃくちゃラッキーでした。よかったです。カレーです。温泉卵です。はい、ということで、また昨日ダヴィンチのトラブルが起きて、まあちょっとね、昨日の Vlog で少し話したと思うんですけど、まあこれも当たり前のことを自分がやってなかったから、まあトラブルになったんですけど、まあ一応ちょっと、同じようなトラブルが起こっている方に、がいる可能性があるので、一応動画で喋っとくんですけれども、まあ何をしてなかったっていうと、アップデートしてなかったということなんですよ。まあ要するに最新のバージョンにアップデートしてないから、アップデートってその不具合とかそういうのがソフトにはあるわけじゃないですか。それを改善するためにね、そのソフトの内容を更新するっていうことがアップデートなんだと思う、だと思うんですよね。それを怠ってたんですよ。もうアップデートのその、ダヴィンチの場合って、まあ、アップデートがあるときって、ソフト開くと、新しいアップデートがありますみたいなポップアップじゃない、普通になんかタブみたいなのが出てきて、まあ、ダウンロードするかみたいなとこが選べて、一応こう、ダウンロード
押したんですよ。で、ダウンロードまあ時間かかるだろうなって思って他の動画編集してるんですよ。そして編集した時にそのアップデートをダウンロードしてたことを忘れて、あの結局あの忘れてたんですよ。で、ダヴィンチまず立ち上げる、あの多分アップデートするまでは、あ、違う、あの、たぶん、あの、後でやるみたいなとこ選べばもう出てこないんだと思うんですけど、ずっとアップデートのボタンを押してたのに、アップデートされてないから多分出てきてると思うんですけど、そのために、あ、やべえと思って、で、結局やんなくて、まあ、古いバージョンって言っても、まあそんなにあれじゃないと思うんですけど、やっぱどっかでやっぱ最新のバージョンじゃないっていうことは不具合が起きて、まあ何が起きたかっていうと、その書き出したファイルが、壊れてたんですよ。その、読み込めない、再生もできないし、アップもできないっていう形になってて、これ前もあって、前はこうダヴィンチを、なんていうんですか、なんかね、不具合が、もしかしたら、今考えると、前もね、アップデートしてなかった可能性あるんですよね。前は、ダヴィンチを、一旦こう、Mac の中から消去して、インストールですね。ソフト自体を消去して、もう一回ダウンロードし直したんですよ。インストールし直したんですよ。そしたら直ったんですけど、そのインストールされるのっては最新のバージョンのソフトじゃないですか。だからもしかしたらその時も、アップデートしてなくて、古いバージョンだったから不具合が起きて、で、それを、まあ、自分が、再インストールしたことで、最新のバージョンになったって可能性もあるので、もしかしたら、この前の出来事も、まあ、アップデートしてなかった可能性があるのかなと思ってて、やっぱアップデートちょっと大事だなっていう感じでしたね。まあ、ちょっと不具合内容を詳しく言うと、まあ、詳しくっていうか、さっきの話からなんか脱線してここまで来ちゃったんですけど、ファイル、動画ファイルの場合って、その、ファイル表示されてる時、なんでしょうか。まあ、Mac だったらこう、Finder とか、Windows だったら Explorer に表示されるじゃないですか、ファイルが。その時、動画ファイルは、おそらくこう、画像、YouTube でいうサムネイルみたいな、画像が出てくると思うんですよ。動画のどっか最初かわかんないですけど、切り出された画像が出てくると思うんですけれども、それが表示されなくて、なんていうでしょう、こう、動画ファイルのアイコンみたいな感じですか、こう、フィルムがあってカメラのマークみたいな、そういうやつが表示されてて、で、これね、iPhone で撮って、ダヴィンチで、まあ、ダヴィンチで、自分書き出してるフォーマットは MOV っていう、ので書き出してるんですけど、形式で書き出してるんですけど、その MOV ファイルっていうファイルの場合は、まあ動画ファイルは全部そうだと思いますけど、基本的にそのサムネイルみたいなそういう画像が、アイコンみたいなのが出てくるんですよ。それが、なんかこう、ページみたいな、紙みたいなマークに、そのフィルムとカメラのアイコンみたいになってて、で、普通そうなんないんですよ、MOV ファイルって。で、それを開いてみたら、まあ、このファイルは、なんかこう、場所が見つからないので、再生できませんみたいな感じになってて、もう壊れてるっていうより、その中のデータが消えてた可能性があるんですよ。こう、場所が見つかりませんって。だから、ファイルが、こう、ファイルを再生したいけど、そのファイルの中身がどこにあるかパソコンが探せないですよね。だから壊れてる時は多分破損してますって出るから、まあ、正確に言うとね、なくなってた可能性はあるんですよ。その表に、そのファイルのその、なんていうんですかね、あれが出てても中身がないみたいな、そういう状態になってた可能性があって、それ前も起きてダヴィンチの不具合だったので、それもしかしたらアップデートしないとそういう現象が起きてくるのかなっていうふうには思いましたね。うん。だから、まあ、ダヴィンチとかのその編集ソフトに限らず、まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、何のソフトでもアップデートっていうのはね、OS もそうですよ。OS、もう OS 不具合なんて起きたらもう本当にね、大変なことなので、OS も、アップデートは絶対した方がいいっていうことを、まあ、今回学びましたというより、なんか起きてからじゃないと学ばない人なんですけど、
なんだっけ、いくつだっけ、417話がちょっと抜けてると思うんですよ。アーカイブ見ていただくと分かると思うんですけど、417話が抜けてて、まあ、それがね、なんか自分癖で、編集し終わったファイルって、その素材のファイル全部消しちゃうんですよね。その、編集し終わった書き出されたファイルが、その、読み込めないっていうのわかんなくて、素材を消しちゃったので、もうその動画出たら一生ないんですけど、なので417ちょっと飛んでるのちょっと申し訳なくて、まあ、418はもう編集してて、その、418って動画に書いちゃったので、変えらんなくて、417だけ抜けてるんですけど、ちょっと、そこはすいませんでした。で、あれですね、417、なんだったっけ、多分ね、416話でちょっとね、言ったと思うんですけど、祖父母宅にね、インターホンがないわけなんですよ。そのインターホンってあるじゃないですか、こう、呼び鈴ですね。玄関のボタンを押すと、中にいる人の音とかが聞こえて、まあ、誰がいるかっていうか、こう、人が来たっていうのがわかるっていうシステムなんですけど、祖父母宅の家には、祖父母宅には、それが、今回の新居も前の家もなくて、前の家は、まあ、祖父が、まあ結構、まあ、日曜大工っていうか、DIY が好きだったので、まあ、玄関からこう、線でずっと引っ張っててっていうことをやってくれたんですけれども、まあ、今回は、まあ、自分たちでやろうと思って、まあ、インターホンを買ったわけなんですけど、そのインターホンがね、無線のやつなんですよ。今の、あれだと普通なんだと思うんですけど、無線の、インターホンってすごいなと思って、やっぱ無線って考えちゃうと、セットアップがめちゃくちゃめんどくさいんだろうなとか、これうまくいかなかったらどうするんだろうと思ったんですけど、電池を入れればもう繋がってたんですよ。だからどういう仕組み、そういうのね、通信系があんま詳しくないんで、そういうのあんまわかんないですけど、だからもう、これとこれってもう、多分、プログラムされてて、多分、瞬時に繋がるようになってると思うんですけど、電池を入れた時点でもボタンを押したら、まあ、受信機と送信機って分かれてて、まあ、受信機がボタンつ、違う。送信機がボタンついてるちっちゃいやつで、受信機がスピーカーとかついてるやつなんですけど、送信機のそのボタンを押したらもう受信機のとこから音楽が流れるみたいな。そんな感じですぐ繋がってたんで、あ、これすごいな、と思って、だからもう本当にそれ2つだけも電池さえあればできる。線もいらないし、めんどくさい設定もいらないし、だからその送信機を玄関のところにくっつけて、受信機もね、特に取り付けとかなくて、ここら辺テーブルに置いとくこともできるし、画鋲とかで壁掛けできるようにもできるので、全然その工事とかいらなくて、本当にくっつけたり引っ掛けたりしなくてもね、まあ置くだけでも使えますし、めちゃくちゃあれ便利だなと思いましたね。インターホン、あんなすごいのがあんだなと思って結構びっくりしたんですけど、ちょっと家族が買ったやつにいくらかわかんないですけど、まあ、アマゾンで調べれば結構いっぱい出てくると思うので、インターホンない方、あれいいと思うんですけどね。なんか結構いい製品でした。それを開封した動画を、編集して、それが消えたと。いうことなんですよ。だから日々の Vlog じゃなくて、まあなんかそのちょっとした開封動画だったんですけど、まあということで、そんな感じのものでした。はい、ということで、まあ結局何がいたかったっていうと、まあアップデートまずはその再インストール、この前進めたと思うんですけど、再インストールの前にアップデート、最新のアップデートがないかっていうのを確認、していただいた方がいいのかなと思います。環境設定とかからソフトウェアのバージョンって見れると思うので、それが最新かどうかっていうのをまず確認していただくことが大切かなと思います。まあそのね、多分ね、そのソフトウェアのバージョンが最新であれば、そんなに大きな不具合とか起きることはないだろうし、大きな不具合があったとしたら、まあ次のアップデートで改善されると思うんで、まあもしその、バージョンが最新でも症状、その不具合が改善しなかった場合っていうのは、再インストールするっていう感じ。いきなり再インストールしなくても、まずバージョン確認していただいて、バージョンが古かったら、アップデートしたら多分ほとんどの確率で、場合では治るんじゃないかと思うので、まあとりあえず、アップデートの、
はした方がいいということが、分かりました。分かりましたというか、まあ、分かってたことなんですけど、まあ、改めて分かりました。ということで、まあ、この Vlog、このチャンネルでは、まあ、Vlog という、形で動画を撮ってます。まあ、日々の中でカメラを回して、まあ、撮るっていう感じで、何をやるっていうことは決まってなくて、まあ、とりあえずこう日常の中で、まあ、なんとなくカメラを回して食べたものとか行った場所とかをこう撮って、まあそれをつなげて、まあ、日常のこの風景を、まあ、ありのままに伝えるっていう感じで、だから基本的にそのテロップも BGM もつけずに、まあその環境音とかこう周りの感じとかを、まあ、だからあんまりね、なんていうんですか、その日本の YouTube で結構あるなんていうんですか、こう企画してなんかそういうやつとは全然雰囲気が違くてね、馴染みにくいと思うんですけど、まあ、まあ趣味の範囲でやってることですので、まあぜひね、興味がある方、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。別に強制はしないですけど、まあ趣味の範囲で自分も楽しんでやってますので、ぜひね、まあ、楽しんで見ていただければいいのかなと思います。まあ、他にも動画いっぱいあるので、ぜひね、見てください。あと他3本の YouTube チャンネルと、各種 SNS もやってますので、動画の概要欄にね、URL 貼ってありますので、ぜひね、チェックしていただいて、フォローとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた、終わんない、これ Vlog だ、終わんないですね。そして今日も走っていきたいと思いますけど、このなんだっけ、ラニメコーチの使い心地めっちゃいいです。めちゃくちゃいい。 OK、 今だいたい10時ぐらいで三森山の方まで登ってきました。15分ぐらい今日かかりましたね。ちょっと遅かったですけど、全然土日とか走れてなかったので、ちょっとタイムは伸びたって感じですけど、まあ久々に走れてよかったです。とりあえずね、今こっからもう降りるか先行くか今迷ってます。今むせたんですけど、やっぱり先行きます。せっかくなんで、もう最近もう全然運動不足で筋トレもできてないんで、ちょっとだけ行きます。よし、今もうやってないですけど、どこだろうな、ここ、飯盛山のとこ、ちょっと飯盛山の入り口のとこ右に曲がる、左に曲がってちょっと降りてきたとこの橋ドラじゃない、鶴葉のとこまで出てきました。今何分だろう、今10時13分ぐらいで、ここまでも、まあ、15分弱かかってます。この鶴葉まで来ると大体30分ぐらい片道だから、ここを往復で1時間コースかな。このコース結構いいかも、勾配が結構あったりして、まあ上りで結構体力つけられるし、まあ下り結構楽だしって感じで、まあ上って下るっていう、こっち下ってるんで、まあ2回上って下ってよ、上って降りてくるんじゃなくて、上ってまた下ってきたところから上ってみたいなコースなんですよ。ここいいかもしれないです。ちょっと当分このコースで行こうかなと思います。めっちゃ疲れます。10時23分ちょうど10分で三森山のところに戻ってこれました。ちょっと上りだったんですけど、少し早くなったかもしれないね。ここがいい休憩スペースになってます。疲れた。ここの入り口のとこ、最近こう来てないですけどね、朝とか散歩する暇なくてなかなか来れてないんですけど、結局土日もね、なんか朝散歩しようかと思ったら、結局なんかもう疲れて起きれなくて、10時とかに起きちゃって行けなかったんですけど、まあ、来週はどっか行こうかなっていう感じだと思ってます。 OK、 帰ってきました。今45分だから20分ぐらいかかったけど、まあ結構歩いてきたんで、まあそこそこいいかなと。でもトータル1時間ぐらいで帰って、これいや1時間と10分ぐらいですかね、で帰ってきました。疲れました。